来ました大阪。はい、研究室に来ました。イエーイ、イエーイ、後ろイエーイ。はい、では行きますよ。はい、ということで大阪、まあ大阪に来たらね、ここ来ますよね。あ、お荷物が来た。何これ、何これ、何これって何、名前言うな。おいおい、なんかすごいことになってる。何これ、え、何何、すごい気になる。アプラですよ、多分タローじゃないですか。あ、そうです、そうです。草がエースキーラー、エースキーラーじゃない。何何何何、全然わかるね。これ売ってらっしゃるんですか。はい。おいくら万円ですか。1万5000円ぐらい。おお。買おうかな。どれ、これ、なんかすごいインパクトありますけど、ああ、それが一体何なのかわからない。何なんかタイとか中国とか、アジア系のあれですかね。あー、久々できた。なんかアジアで、アジアって結構パチモノをプラで作る、そうそうそう、あれがあるんですか。はい、あ、いいね。エースキラーと太郎が合体したやつ、神々しいね。プラトイのね、うん、多分電池入れたらこれで目が光ったりとかするやつだね。音が鳴るとか、うん、いや、これははちゃめちゃいいよ、うんうん、いいね、おもろおもちゃ。この雰囲気もすごくいいよね、うんうん、なんかちょっと海外っぽくゴテゴテしてていいよ、うん、エースキラーと、エースキラーと太郎、うん、せめてエースにしてやれ。本当だよ太郎とエースキラーだもん。いや、だからエースキラーだから太郎なんじゃないですか。あ、じゃあ、あのね、太郎とエース仲悪いんだよ、うん、だから、うん、太郎がエースキラーの力を借りて、うん、ちょっとエースをちょっとやりにくいんだよ、ね。うん、俺ね、でもこれ理由知ってんの、うん、なんで頭が太郎か、うん、教えて。これね、多分父の可能性もあったの、ね、あのね、こう角生えてるやつ大好きなんだ、が好きみたいで、うん、それでね、太郎選んでるんだ。そうだ、茶ドドン、茶ドドンゴいいね。茶ドドンドン、茶ドドンゴ、ちょっと焼けてる茶ドンゴめっちゃいいな。いいね、うん、茶ドンゴいいね。焼け茶ドンゴ、このね、ビクラのこのオレンジタッコングは僕的には名作だ。うん、オレンジ可愛いよね。あ、茶どんごだ、茶どんご、ドドンちゃん、ドドンゴじゃなくて茶どんご、ブルマク茶どんご、茶どんご、茶どんご、もう何なの。買い、ゾウさん可愛い。バンダイ復刻のちょっと綺麗すぎますよ。バンダイ復刻チッコじゃないかな、このやつ、うん、うん、ね、ここドドンゴいっぱいいるの。これもビー復刻、うん、いや、僕、うん、ムーミン欲しいの。ムーミン買ったらいいよ。ムーミンいい、うん、ムーミン欲しい。なんか草血まみれなの、口が。あ、おやしくこれなんだっけ、あの、ね、オレンジのさ、ダイエーの怪獣、うん、俺これ持ってないんだよ。あ、これなんだっけ、どれ、わかる、これのオレンジのさ、頭にいっぱい角生えてるダイエー怪獣。え、頭に角がいっぱい入ってる。あ、これなんか4本みたいな、鉄人の後ろの怪獣。あれなんだっけ、名前。熊の後ろです。そう、熊の後ろにいるやつ。ちょっとね、おやしさん、これ俺持ってないんだよな。ね、ゴメスの右後ろです。あ、スカイラー右やかな。これ欲しいな。あ、ほら、あの頭を取ったやつ、これ何、なんかまた下すごいこと、なんだろう、なんかもうちょっと見て、ね、見て、あやかちゃん、このロボット見て、見て、何ね、これ、うん、変なロボットいんの、頭尖った、うん、分かる、ね、これ何、これ、何これ、めっちゃいい、じゃあこれ何、これ何、めっちゃいい、多分ね、あの方聞くと分かる系だと思う。ポリ？スフビ？ちょっと後で聞こうかな。レッサーバドラのスカイラー、すごい綺麗になってる。なんか前こんなケースなかった、ね、ちっちゃい子が多いからこうしたのかな、見やすく、うん、ムーミンだらけ。あ、ミーシャ、ミーシャ前でももっといっぱいいた気がしたけど、あ、ゾウさん、かわいいゾウさん、目が怖いゾウさん、ねえ、横のレオモンじゃん、ちょっと見いや、なんか興奮状態だ、ダメだ、ダメ、うん、ちょっと待って、ゲッタゲロヤスじゃない、吐きます、あっち吐いてください。しかもあの真っ赤バンじゃなくて、あの黄色バンじゃパンツ、え、これちょっと鬼のように安いんだよ、このゲッタ。
こっちの方がいいじゃん。こっちの方がいいじゃんって言われちゃった。ちょっとこれ、ちょっと下見せて。うん、めっちゃ綺麗。今日はこれ暑いじゃんけんなるな。あ、なんか紙物のあれ増えたね。それとも後ろにあって自分たちがずっと気づいてなかっただけかな。ちょっと待って、いろんなとこにどうどんぼちょっと待って、ありました。どうしたんすか。あ、ちょっと聞いた方がいい、聞いた方がいい。開けて、興奮しすぎておかしくない。開けてみたい、うん、開けてください。私開けてみたい、うん、中を見せてください、うん。キリンちゃん、ちょっとここ開けてみ、見せてもらおう。金太郎もいるもん。そんな、せーせーちょっとなんで切るんだよ、はい、そこ奥のところ、開けて見てみてもらおう。あ、どうぞどうぞ、うん、これ鍵いる、渡しちゃって。鍵渡しちゃって、ちょっと店長、ちょっとフランクすぎませんか。大丈夫ですか。大丈夫です、大丈夫です。鍵借りたんで。鍵借りたん、言うで。鍵借りたんのやばい。じゃあ鍵壊さないのね。鍵壊す。あのもう興奮しすぎてガチャガチャガチャみたいな。こうやって開けたらいいの？うん。これでもう大丈夫？うん、大丈夫、うん、大丈夫です。でこれでこう開ければいいんですね。はい、そうです、はい、開きます。ちょっと待って、すごいよね。どうした？なんだっけこれ、サイキングだっけ、なんだっけ。袋入りだ。書いてない。ああ書いてない。書いてない。書いてない。書いてないの大丈夫だ。ねえ、なんかいろいろあんだけど。ねえ、いろいろ、これ欲しかったな。この間買ってないんだよな。何何、どれどれ。ブルマークパゴスじゃない、うん、ブルマークパゴスじゃない、ブルパゴ、ブルパゴ、いい色。え、この間ってあれブルマークの丸さんから、うん、そう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 、あのくるみ嫌だなと思って。いや、あれは買わなきゃ。あれは、あれだけ買ったんですよ、うん、5メスだけ買ったんですよ。あ、1個でも買ってんなら、いいよ。うん、私はパゴス買いました。あの、うん、ここの、あの、はい、レッドバロン、上半身っぽいのだけちょっと。レッドバロンの上半身っぽいのだけ欲しい。これが見たいって言ってなかった、上半身っぽいの。俺はこれが見たいの。オパ、これ、上半身、かわいい、笛だ。あ、やべ。あ、やべ。あ、もう。いや、でもあやかちゃん欲しいのあったら言いなさいよ。かぶりがちだから。うん、でも今のところかぶってない。今のところない。うん、あれね、見て、ケツが、ケツが穴開いてるムーミン。え、なにこれ、どういうこと。ケツが穴開いてるムーミン。はい。え、そういうこと？ほら、意味あるよ。ケツ。あ、何ケツ？ケツになんか意味あるよ。ケツに意味ある。ケツに意味あるかも。え、これ彩香ちゃんの好きなやつじゃん。違う。上半身好きですもんね。上半身好きってなんかちょっとなんか嫌だな。彩香ちゃん、ほら、これ。え、これ何？レッドバロンのちっちゃいやつ欲しいっつってたじゃん。言ってたっけ？これちっちゃいじゃん。下がないから。言ってたかな？そう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 。ね、上にドドンゴいる。ドドンゴ結構多いですよね。取ろうか、取ろうますか、ピンクのドドンゴ。あ、そうそう、スピンクかな、チコ、チコ、はい、名前記名してた、ピンク、ピンクちゃん、バンダイって書いてある。これいい、可愛い色だな。金太郎、うん、金太郎ね。このドドンゴ、かわいい。ベリーキュート。間違ってますね。色キュート。高さが、はいはい、かこいつか、色を好きだな。なんか、あれみたい。あの、ユニコーンみたい。ユニコーン。じゃ戻ります。戻ります。色好き。おじいちゃん、このゾウさん持ってたっけ？持ってるか、このゾウさん。それ、大腰玩具の耳の方で。ああ。大腰マニアですか？あっと、僕それで開けたと思ってて。そうなんだな。あ、なんか、紙物。なんか、ああ、なんか可愛い。数字合わせだ。それさ、入った方が、あ、ちょっと待った、ちょっと待った。幻刀。もうなんかいろんなコラボしてる。これ行く。ネズミ男と、なんかバカボ。いや、これはないよ。これは、前のが、ジャイダーだ。これ、いや、多分、ここで逃したら二度と出会えないとなんだけど。平和のスマイル。
これあれか、CD 入ってるやつ的な。サイズ落としても何のこういうことですか。金額のサイズ、やっぱ紙物もすごいですよね。紙物がすごいよ。第一銀行のノベルティのロボット。あ、へえ。ロボット珍しいね、確かに。ロボって初めて見たね。そう、オリジナルしか見ない。そんな高い。やまいったな。消しゴムちゃん。恐竜機。ちっちゃい小石かわいい。ちっちゃいの四角いケースに並んでるとかわいい。ねえ、あのちっちゃい怪獣って何ね。あのちっちゃい怪獣、あの真ん中にいる。ちっちゃい怪獣、うん、どれ。下、ここの段の下の真ん中の上の初めて見た。あのオレンジのちっちゃい怪獣、なんか1万円ぐらいかなの値段してるやつ。あれ何やばいな。だから全然見たことなくて、すっごいなんか可愛いなと思って、うん、しかもなんかこの動物の中に1匹だけすごいなんかこういう時はさ、うん、写真検索できる、うん、ここの距離でとりあえず、スペクトロマンのソグビではある。うーん、スペクトロマンのソグビで、うん、ちっちゃいやつなんだと思う、うん、で、うん、あ、そうだ、あのさ、横にさ、うん、宇宙エンジン5ギいるじゃん。そのスペクトロマンの最初の題名が宇宙エンジン5ギだよね。そうそうそう。ということは、あのね、紫色のさ、猿みたいな人いるでしょ。いる、右側、あの主役なんだけど、右側、うん、右の紫の手、片手だけ上げてる、うん、上げてる、あれの番組に出てきた怪獣、うん、あのオレンジのやつ、でもあの装備がいつ出た、何なのかはちょっと俺には分かんない。かわいいよね。かわいい。なんか指人形サイズだよね、うん、めっちゃかわいい。ミニなのに満足感ある。あのセブンちょっと変なことになってるね。変なことになってる、うん、なんかほら、あのセブン変じゃない、うん、あれパチかな。パチを自分で塗ったのかな塗っちゃった。なんかおかしなことになってるよね、うん、金ドド色な。金ドドも再販のやつか、うん、あ、全然大丈夫です。持ち上げて大丈夫。なんで子供かよ持ち上げて入れときなさいよ持ち上げて大丈夫です。なんで持ち上げて大丈夫です。ポッケに入れなさい全然とりあえず買い物に専念して、うん、はい、そうですね、買い物に専念しましょう、うん、はい、皆さん買いました？ピューン興奮おじさん買えた。タワのパチモノ。パチ。このカラーめっちゃ珍しくて。色いい。はい。うん、もうちょっとここであったが最後かなみたいな感じで。はい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 。買わせていただきました。おこれであと俺ゲッター3のパチが手に入れば、うん、ワンツースリー揃えます。ああ、そかそか揃えてたやつ、はい。パチでね。うん、パチでね。はいなるほどね、はい、小林くんがオパワーレッドタロン、多分三者のやつの、まあ、上半身だけ。あ、上半身、まあ、俺上半身はいらない男なので、ね、なんか毎回上半身だけ買ってますね。そうそう、あのブリキのやつで買ったやつ。あ、そかそかそか。ういーす、いいーす。ほんとちょっと欲しいのいっぱいありすぎたよ ね、 あね、僕ね、あの現金を1万2000円しか持ってなくって、うん、で、3、4個まだ欲しいのあったんだけど、うん、また、はい、またね、また来て、うん、あんまりなんか大量に買ってもね、うん、常連さんに悪いので。いやいや、そうですよね。一番のお気に入りをちょっと1個だけ買わせていただきました、うんうん、ありがとうございました。はい、いい。じゃあまた来ましょう。また来ます。ちなみにここのうどん屋めちゃめちゃうまい、おすすめです、このうどん屋さん。はい、じゃあまた来ましょう。また行きます。いい。